はい、皆さんチュース。今回はね、画像で出ている通りジークエクスカリバーを作ってみようと思います。まあね、僕は職人やっているということで、ちょっと会社に行って早速作ってまいりましたので、そちらの動画をどうぞ。はい、いつもの画面に戻ってまいりました。ずっと無言で申し訳ございません。はい、できました。完成ですね。こんな感じ。ナッシングで重さを軽減って感じですね。こいつもうここだけやたら重くて、もう重心がブレッブレなんです。もう重心ここにしかないから、なんだったらまあ真ん中にねメタルチップ無理やり埋め込んだって感じだけど、まあね、早速ねちょっとこれとまあ比較すると、まあこんな感じですね。はい、いかがでしょうか。剣先がねいつもよりも長くなって、真ん中にメタルチップが埋め込まれたということで、結構見栄え的には変わっているのかなと思います。まあ早速まずこいつが回るのかちょっと試していきたいなと思います。制作時間は朝の8時から、こいつを作るためだけに、費やした時間、今何時？夜の9時過ぎ、まあ会社行って、会社の休み時間で、合間を見て作りながら研磨して、フライス板とあとビューター使って、あとはノコギリとあとはヤスリ研磨だね、それをやりました。で最後に組み立てて削って、で無理やり埋め込んだ感じです。それでは早速試していきましょう。3、2、1、ゴーシュ。おおおおおお
お、剣先折れちまうんじゃねえかってくらい不安なんだけどね。まあ、受給はないですね。大丈夫、剣曲がってない、うん、曲がってないね、大丈夫だね。はい、きっちりきっかりハマっています。いや、素晴らしいですね。ちょっともう一回回してみましょうか。ちょっと試しに、ちょっとビー玉一個多分秒で吹っ飛ぶと思うんだけどね。おーい、怖い怖い、威力やばい。はじくじゃなくてもうぶった切ってるよね。うん、もうやばいね、もう剣じゃなくてハンマーじゃないかみたいなね、うん、はい、破壊力を持ってますけれどもね。まあ今回はちょっと今回こうやって試してみて、まあ回ったということで、じゃあ次回どっかでまたねこいつとスターセーバー戦わせるとちょっとリアルバースト怖いので、他の壊れてもいいような、まあ余ってる何かで戦わせて、こいつがどれほど強いかちょっと試していきたいなと思います。まあ重量はね、このレイヤーだけで、ここがねもうなんつうんだっけ、超合金でいいんだっけ、超合金の鉄で作ってあるので普通の鉄より重いです。はい、なのでレイヤーだけでレジェンドスプリガンはるかに超えてます、重さ。はい、てなわけでね、じゃあ次回どっかでまた戦わせて生きてます。セルドブレッドブレッド噛んだぜ。そして以上